かくっちゃってる、あ、だしね、空ジャンプ投げにかくっちゃってるんですよね。で、誠のダッシュが速すぎて、そうですね、あの、パッと見、遠すぎて、投げなんで出さないだろうと思ってるんですけど、誠のダッシュが速すぎるから、あれだけ離れてるだけで。おっと、ここで、さあ、デシケン投入、さあ、止めるべき。西健さんがとこれは、中堅ですね、中堅対決ですね、はい、中堅 で、エースデシケンを投入ですね。ここはもうとにかく止めたいという県側の意思の表れでしょうかね。もうこれはね、言わずと知れた最強県なので、ぜひその力をね見せていただきたいですね。さあ、ボスさんが何かアドバイスしてもらいます。いや、でも千葉さんいい動きしますね。かなりいいですね。飛びのくぐり方とかすごい上手いですよね。そうですね。で、最初シエさんもそれに反応して、そうですね、中盤とか押してたんですが、だんだんついてこれなくなりましたね。あの中足に昇竜仕込んだの強いですね。強いですね。さあ、剣側はやっぱ効果的にしゃがみ中間を置いてダッシュを止めてる感じですね。そうですね、誠のダッシュが速いんですが、剣のしゃがみ中間が死ぬほど強いので、いや、速いですね、西健さん。わー、中小竜で対空、一応大小竜だとあの炎で分かっちゃうんですけど、そうですね、そこでフェイントが多分ちょっと入ってる。中小竜だと2段なので一応保険の2回目ってことですね。ドッキングが取りづらいという。うわ、今は弱勝利ちょっと待ったんですよ、やばいですね。ここあ、今日はでもちょっとダブルの精度が悪いかなっていう感じがしますね。さあ、しっかり近代決めて、あ、ここからですね。あー、うまい。どうなるかな、すごいプレッシャーっすね。あー、でも冷静、千葉さんが金側もしっかり投げて、いや、千葉さん、あの乱戦の中でも見えてますね。ここをデシケンさん倒すのかなりでかいですからね。ここは引きたくないですね。さあ、まずは剣側当てて、ただ剣側がちょっとゲージないんで、でもゲージなくても剣の端は強いんでね。強いんですよね。あー、よく見てますね。昇竜昇竜もしっかり、さあ、つらいけど、こうなると硬くなるのがすごいんですよね、デシケンさんは。攻めるだけじゃないんで、まだいける。うわー、大勝利。いやー、ゼロドット。ゼロドットから。おーっと、これは。これ間に合わない。運もいい。ちょっと安心した顔してます、ね。さあ、デシケンさんもちょっとやっちまったって顔してるんですが、でも千葉さんいい仕事しましたね。かなり中堅でいい仕事してますね。流れを止めたので、あとは後ろの2人にお任せと。わあ、出てきたのは。ボスさんが。ボスさんですね、うわっと知れた全キャラ S 級使いのサードストライク界のボスといえばと。ただちょっと聞いたんですけど、はい、まあ、今全キャラの中で誠が一番強いと。なるほど、もともとでもなんか誠が一番強いって言われてたような気もするんですけど、まあ、ユンでも何でも強いんですけどね。そうですね、ただ本人が今一番自信持ってるのは誠だと。わあ、今のよくよく見てます ね、 そうですね、前風呂から大パンチェストって。いや、早い早い、この2人殴り合いが早い。うわ、今しゃがみ中盤で差し返しましたね。差し返しましたね。あの速さで差し返せるんですよ。あー、デシケンさんが乗ってきましたね。乗ってきましたね。ここは何としても止めたいところ。何を見てるんだかよくわからないですねあの昇竜拳とかね。さあ、中足確認して、苦しい、いいところ、うまい、さすがよく立ちましたね。ちょっとボスさん困ってる感じしますね。攻めあぐねてる感じがしますね。ダッシュ投げも通ってないし、あ、でもついに通して端っこに行けば、あ、すごい、マコトのジャンプ台すごいですね。さあ、しっかりガード、でもまだリープからまっすね。さすがですね、ディスコさん。誠の小足が結構硬直大きいんで、はい、リープに乗られると、なるほど、かなりの確率で陣内までつながっちゃうんですよね。さあ、ここで大将ハイタニ、それでは、ハイタニ氏が、まあ、スト5でやっぱ知ってる方多いと思うんですから、やっぱ元々はこのサードの激強ですね、激強誠が
かっこいいんですよね、灰谷誠が本当に。これぜひ注目のカードですね。いやでも2次予選で灰谷デシケンって凄まじいですね。かなり激アツカードですね。このデシケンさん相手に灰谷さんがどういう試合できるのかってのも気になりますね。そうですね、お互い超スピード系なんで。うまいですね、今の中足とかも。確かに、ちゃんと確定するところで打ちましたね。さあお互い殴り合って、デシケンさんは多分ある昇竜拳ですね。不穏な動きを、ちょっとリープ立ってる。しかも見てから立ちましたね、今の。デシケンさん硬いですね、本当。誠のところが当たったら、さあ中間陣が入って、硬いっすね、硬いっすね。さっきまで結構ゲブロ見せてたんですけど、今回こう結構ガード多めにっていう感じですね。ちょっとやりづらそうですね。やっぱ技を振られるとやっぱりちょっとダッシュがしづらいんですかね。そうですね、上の反応が早いので。端に寄せられて、ここきついですね、ゲージないので。さあ、うまく逃げて、今のやばいっすね。うまいっすね。また地獄グラル、また画面し苦しいけど、あーよく通しましたね。これで勝負にはなる。刺されば死ぬか、これは正中で蹴んないですね。うん、あ、狙いに行きましたね。蹴んないだが、ちょっと漏れてしまったか。デシケンさすがですね、逆ファンタテ、逆じゃないですね、すみません、そのまま中堅同士から3番。さあ、デシケン、松ケン、平井ケンと、さあ、デシケンが座る、ここでデシケン投入。さあ、中堅で登場したデシケン。エンダイパン、ライヤシバライト。さあ、かなり平畑とダットリー戦をやってると思われるデシケン、注目していきましょう。さあ、ブロリアイ、中足昇竜ダッシュで表裏を、最後も強気のダイヤシ。さあ、ガンファイトも負けてはいませんよ。から投げからワンブロスタート、カニ。さあ、鳥かご、コークまで。さあ、深い、両者深い読みが、読み合いが深いです。ショートスイング、しっかりガードして、エンダイパンで牽制していくデシケン。さあ、台形から直でコーク、 EX 昇竜拳、ターンは渡さねえぞと。 EX 波動拳エクリ。さあ、ダッシュで距離逆にする、この辺はさすがです。中足波動陣内まで用意してありました。さあ、ガンファイト倒れて、こちらも長考。さあ、名古屋の黒人、九州の平畑、そして大阪のロリが残っています。さあ、中堅にデシケンが来るなら中堅に黒人。さあ、何か意図があったへのことなんでしょうか。さあ、黒人ダットリー、デシケン、中堅対決、いってみましょう。さあ、開幕はデシケンの地獄車でスタート。フォアコパ昇竜、さあ、ジェットアッパー、タッチ中盤陣内。さあ、1ラウンド目はデシケン、 EX ショート、ジェットアッパーまで、 PA からショートスイング、今度はコクのターン、
壊し投げ、タッチ中盤。さあ、ものすごいプレッシャーでしけん。バーカと陣内、あそこからでも諦めていないでしけん。さあ、副将座るのは、ロリダットリさあ、関西のトッププレイヤーロリー副将で登場です。勝利遠大ファン DX 竜巻旋風逆で割り込んでいく。この辺の渋い選択肢、画面端、壊し、シャガチュー、怖怖ヒット確認陣内。さあ、弟子剣がどこを見ているのか。中昇龍投げの後は壊し、コーパン、タッチ中盤、これもヒット確認で仕込んである。投げからさあ、勝利の入れ込みはすかさずしっかりと反撃していくロリー。カニパン DX 勝利。さあ、弟子剣強し。さあ、大将、本日最も活躍してるんじゃないでしょうか。ピザビースト軍団内での勝ち星が一番高いと思われる平畑ダットリーが大将で中堅弟子剣に挑みます。さあ、中堅大将戦、剣チームはリーチです。こちら勝利、全てを託されたのは平畑。さあ、九州で普段やってると思われるこの2人ですが、ワンチャンはあるぞと。さあ、1ラウンド目は九州弟子剣ペースで進みましたが、ラウンド2、中央シャドウ、おっと、パーソナルアクションが漏れてしまう。中足 EX 波動拳、ダッシュが速い。しゃがみ中パン確認陣内、コーク先意地がない。勝ったのは剣マスターズ、拍手お願いします。こっちで、あ、リキ、あ、ごめんなさい、力丸です。どうも。まあ、2年ぶりのクーペになるんですけども、まあ、前回も優勝してますし、前々回も優勝してますしというところで、まあ、もうあんまり負ける気もしないんですけど、ちょっとやっぱり弟子剣さんとどうしてもやりたいんで、チームメートにも協力をちょっとお願いしなきゃいけないと思いますし、まあ、ちょっと相手にも空気を読んでもらわなきゃいけないのかなっていうそんな気もしますんで、弟子剣もう絶対倒してやるからな。弟子剣です。ありがとうございます。先ほど力丸さんから戦いたいと言われて、2012クーペで自分が勝って、前回の KOW で自分が負けて1勝1敗なので、しっかりこの試合勝って、まあ勝つかは負けるかわからないですけど、白黒つくと思うので、ぜひ力丸さんと戦いたいと思います。チュンリーチームはまだ3枚残し、ハロキチ、モチ、力丸が控えております。対するケン5、ケン大将弟子ケン、
さあ勝利、こっから何が見れるのか、何を見せてくれるのか、デシ君。勝利、中和シャドウ陣内。いくさぞ、ダイヤシ中足陣内、これがデシケン。ドリュー、さあ中足ヒットコーニー方よくポコパーニュートラル。さあこのラウンドはタロクシが一気に、さあ最後になってしまうのか。中足陣内、ピエ中足リープ、しっかりガードしている。さあこれがデシケン、リープ陣内。さあ副賞持ち、力丸までたどり着くことができるのか、デシケン。副賞持ちたい大将デシケン。さあ開幕ダッシュ投げ、はい、ブロッキング一文字、はい、さあ持ち止めることができるのか。EX サード、リーチから昇竜、 EX 昇竜。さあこれはものすごいプレッシャーで試験。ものすごい集中力で試験。さあダブル昇竜の後はリープ、中足陣内。さあ舞台は整いました、決勝戦大将戦。さあ決勝戦も大将戦までもつれました。最後の試合です、デシケン対力丸、いってみましょう。さあ開幕は大足、一文字、大足、大足、ゲージを溜めていく、波動、生竜巻もブロッキングしている、EX 竜巻、さあ、展開が速い、リープ、勝利、中足、大浴戦で、大パン、さあ、集中している。さあ力丸この空気にも飲まれない。ピエナとは地獄車で画面端ディープ EX 勝利。
さあすごい展開。ファイナルラウンド。すごい試合になってきたぞ。さあ停止権が。優勝は剣マスターズ。停止権です。本当九州のみんいつも対戦してくれてる九州のみんなと今日応援してくれた皆さんのおかげで勝てることができたと思います。本当にありがとうございます。いやもう本当なんかこうプレクーペでずっと優勝できなくて、ケンっていうキャラがもう強キャラなんじゃないかみたいな評価になってて正直悔しかったです。これでようやくケンの評価もちゃんと強キャラとして認識してもらえると思うのでよかったです。ありがとうございました。